恋愛はどうですか？ない。みんなが聞きたいことといえばナンバーワンということで、恋愛ですよね。恋愛話。私は聞く専門なんですね。寂しい。だから友達の好きな人を聞いてヒャーとか言ってるタイプの子なの。はい。で、好きな人はって逆に聞かれたら、うん、ごめんいないんだって終わるタイプなのね、うん、だから本当にね、聞くタイプなの。リミも、自分がリミも、なんかさ、そう、なんかね、なんかちょっとさ、本当にいないの？本当にいなくて、好きになれそうな人がいないの？そうなんだ。なんかさ、幼稚園の頃みんな好きだったんだよ。みんな好きだったの？何そうだよ、男たらしじゃん。みんな好きとか男たらしやん。だけどその中でも一番の子はいたけど。ああ、そういうことね。みんな好きだった。女子も男子もみんな、先生も好きだった。男子のことは好きだけど、特別に好きな人もいたけどってことね、うん、今は全然ってこと。今全然なんか友達って感じだ。そうなんだ。なんかね、うん、みんな友達なんだよね。なんか話してる、特別に思えるような人がいないと、気になるなーっていう人がいない感じですね。ママ、これ友達とか見てるわけよ。え？友達とか見てるわけよ。あ、そっか、ここじゃ言えないってこと？いや、でも本当にいないけど、うん、でもなんかさ、うん、どうする？匂わしとく？うん、あ、いるかもしれない。いるかもしれない。匂わせとくんですね。友達見てるからさ、これ。そっか。だからさ、ちょっと匂わせとく。ちょっとね。でもそしたら見た人が、え、なんか動画でいるかもみたいなこと言ってたじゃんみたいに言われちゃうわけね。言われちゃうわけよ。よくない？よくいいんだ。でもいないでしょ。いないからさ、まあちょっと今のいないからをカットしてさ、全部いるかなにしてこいって。じゃあリミちゃんはどうですか？いません。いません。匂わせときな。いません。いるかもしれないし、ないかもしれない。いやいや。全く？意味。マシな男の子とかいないの？あ、ちょっとかっこいいかも。うん、ちょっとかっこよくて、ちょっと優しくて、クラスの中で一番あの人がマシって言っちゃ失礼だけど。顔とかあと、マシじゃなくてなんていうの、一番、まあ、いいかなっていう、うん、中のちょっと1ミリ上とか。それはそれで失礼。なんて言ったらいいか分かんなくない？だからクラスの中で一番いいなって思ってないの、うん、それで言えばいいか。最中の1ミリ見えるの。ほんと意味わかんないんだけど、この人。あら、あ、じゃあ普通っていうか、ちょっといいなっていう、クラスの中では。いや別に好きとかじゃなくて、まあ、このクラスの中でちょっといいなって人はいないの？あ、けどね、尊敬してる人はいるよ、先生。あ、先生は覗いて、それはダメよ。だ、尊敬なら結構いるよ。尊敬はいいよ、先生。女子も男子も尊敬の人いっぱいいる。それじゃないんだよ、その気持ちじゃない。その気持ちじゃないんだよね、恋愛って。わかるんだよ、だから私は聞く専門なんだ。ちょっと姉黙ってて。妹さんどうですか？そういう人もいない、みんな同じぐらい、もう男子のレベルは全員一緒。何そのクラス。何、なんかないの、なんかレベルっていうか、なんかこの人だけはまあって人とかいない？足早くてイケメンで、うん、ちょっと優しくて、で背高くて、うん、っていうのはどう？いる？まあいる。何人かいる？別に言うとかないから大丈夫、うん、いる。わかんない。リミにとってもイケメン。でも男の子ってさ、一人でも二人でも可愛くない？え？一人でも二人でも可愛くない？ああ、可愛いんだ。可愛い人でもいいのか、しーちゃん。私は可愛い人。かわ、子犬系か。子犬男子。ワンワンってくる人。いや、けど、どっちでも好き。どっちでも好き。どっちも好きだよ。どっちも好きだけど。だから、可愛い系もありだし、かっこいい系もありだよ。へー、そういうこと。リミはどんな人がタイプ？だからリミのタイプはどういうタイプ？うん、可愛いやつ。あ、リミはワンワン系か。可愛いのいいよね。可愛い系ね、かまってちゃんの男子。いいよね、かまってちゃん。リミとか来る人。リミちゃんみたいな。可愛い系がいいんだね。ね、うん。こうクールに決めてシャキーンって人より。嫌だ、そう。嫌だ。けどさ、うん、定期的に気持ち伝えてくる人いるの？定期的に気持ちを伝えてくる人がいいの？そういうこと？定期的に地方好きだよってくる人？そんな人いる？いないかな。でも、定期的にってどういうこと？可愛い系も私は好き。毎日言うって
こと？毎日シホ愛してるよおやすみみたいな。そういう人がいいの？いやけど、うん、なんかね定期的だから毎日だとさすがにねうざくなってくるじゃん。贅沢だね。だからほんと一ヶ月に一回とかでいいから。一ヶ月に一回でいいの？それ少ないんじゃない逆にそんなもん？なんか毎日はうざくとく感じるから。うん。あでもちゃんと向こうからこう。好きとか言ってくれる人がいいんだ。へえ。志保は言わないの？私も言うよ。あ、言うんだ。私も言うと思うよ。へえ。知らんけど。知らんけど、そうだよね。知らんけどね。知らないよ。でもね、しほちゃんね、未読魔なんですよ、LINE。だから彼氏できてもね、絶対ね、ちょっとね、やばいと思うな、ママは。ちょっと振られちゃう。振られちゃう。でも本当にそうなんだよ、また、ね、なんかね、LINE ダメなんだよね。どっちかというと電話の方がいい。あ、電話の方がいいじゃん。じゃあ電話はすれば別に逆にいいのか。どっちかというとだってさ、声聞こえるじゃん。え？声聞きたい派？声聞きたい派。あ、じゃあ電話で大丈夫なら。でも自分からかける？そしたら、うん、かける。へえ、すごい。どういう時？しーちゃんは結構じゃあ自分からもしだよ、好きな人ができてこう仲良くなったら自分からこう連絡するタイプ、それとも待ってタイプ？好きな人ができたらで LINE 交換したら、そう、どんどん攻め込むタイプ、自分からこう打って LINE 打って電話して、いらっしゃーしとか。そういうわけ、そういうタイプじゃないじゃない、うん、よね。そういうタイプじゃない。 LINE がラインじゃない人がそんな攻め込めないよね。うん、私だってさ、友達とかでもなんて言うととかじゃん。うん、私、あ、そうか、そうたまに聞かれるもんね、こういう場合返信どう返したらいいのとか言われる、うん、相談しに来るから、だから今の気持ちやったらいいじゃないって。そっか。そういうタイプだね。そういうタイプで、だから魅力がめっちゃあるし、そう、さらに返信も苦手だし、みたいな。だからよくスタンプで返すみたいな。うん、ほんとそう。超失礼だよね。いきなりスタンプで終わらせる人いるよね。いるよね。スタンプオッケーでもさ、男の子にそれしちゃうとさ、あ、この子はもう俺に気持ちがないんだなってすぐ思うらしいよ。いや、違うの、本当に。スタンプで終わらせる人はダメなの。気持ちがあってもね、LINE が苦手なの。ダメなの。ダメだね、じゃあ。だからダメなんだよ。もしそういうことが LINE から始まろうとしててもダメってことじゃん。もう毎日スタンプで終わらせてさ。バイバイ。もう志保はもう俺に気がないなみたいな、なるじゃん普通に。なるの？なるだよね、普通になるよね。スタンプで終わらせる人はダメらしいよ。そうなのじゃないわ。そうなの？うん。リミはどう？結構。リミめっちゃ豆じゃない？豆だよね。しかもさ、超短いの。うん、OK とか、うん、分かった、みたいな。なんかさ、もう一行、なんか一言なのにめっちゃ豆。めっちゃいっぱいみたいな。めっちゃいっぱいみたいな。だよね。そういうタイプだよね。そういうタイプ？私ね、さ、最近若者は長文じゃないで知って、最近ね、あ、そうだね、短文にしてるんだけども。そう、なんか、テレビでよくやってるよね最近ね、若者の LINE はほんと短い、ほんとリミみたいな、ほんとリミみたいな、 OK とか終わるから、うん、私も真似してみようとか思うけどどうしても長くなっちゃう、考えすぎちゃって。まあそうだよね、なんかこう一回でボンと送りたい人もいるじゃん、やっぱりなんかこう、いや、そう、こまめにパン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 って送る、どうなんだろう、ね、私は時と場合によるかなって感じ。送ってもパワーワーって送ってもらう人もいいし、長文、めっちゃ長文も、近づいた長文派かもしれない。なるほど。だって LINE の通知うざくない？グループ LINE とかさ、まあグループ LINE はしょうがない、めっちゃ通知くる、クラスの人数ぐらいいる LINE はしょうがない、うん、うるさいよね、だからそれぐらいいるんだけどめっちゃ通知くるのね、でそれで気づかなくて話終わってるし読むし、まあね、みたいな感じで。二人でしょ、喋ってる、あ、違う、グループラインでさ、喋ってる人ってさ、いつも二人な気がするの。グループラインなのに、二人で喋ってんの？そう。寂しい。他の人は無視？
それグループラインで喋らなくていいんじゃない？その2人の人と喋ればいいじゃん。あとたまにリミ喋んない人になる。あー、でもそんなんしょうがないよね。うん、全員が全員参加するしなきゃいけない。私もね、LINE 開いてるのにずっと返信しないでずっと読んでるっていう時もあるよ。本当にね、どうしようってなってるから。うん、でもそれはしょうがないよね。で、別にたまには喋んでしょ、リミだって。全くリミに関係ないやつを喋んない。あー、まあそれはそうだよね。なので話わかんないもんね。わかんないもんね。でもしさ、そのグループ LINE の中でさ、その2人しか関係ない話だったら、なんか2人でLINE してよって感じになるよね。なるなる。他の通知来ちゃうじゃん、こっちにも。うん、何みたいな。通知うざいからやめてとかも言えないしさ。そう言えないしね。だからそこはやっぱさ、ね、LINE 最初に発する人がさ、考えてさ、これは二人の話題だからこっちでとかやってくれないと、何でもかんでもグループ LINE で。そうなの、ね、そうなの。だから本当にさ、うざいじゃん。見てるよ、見てるよ。うざいとかあんま言いすぎないで、みんな。なあね。LINE が苦手なんです。はい、リミは LINE と電話どっちがいい？ LINE。 おー、ママと一緒。ママも LINE。 やっぱママありだね、リミは。しーちゃんはパパに電話派。パパも電話なのって言ってなかった？わかんない、知らんけど。知らんけどね。ママとリミは LINE だよね。なんで LINE でなんて送ればいいか分かんない。LINE の方がさ、気使わなくて送れんじゃん、好きな時にピッピッと、ね、けどさ、うん、なんかお誘いする時あんじゃん、うん、例えば友達とさ、映画に行きたい、うん、その時にさ、うん、どれぐらいの長さで書こうかとか、どれくらいの長さで書こうか。そんなこと普通に明日映画行かないとか、それくらいじゃないの？絵文字は何を使う？逆に使わない方がいいか、びっくりマークだけとかの方がいいか。それさ、普通の友達が送るだけでそんな悩むの？そんな悩むよ。やばいね。だから普通にね、打ってね、出てきたのポチって押しだけだよ。そうだよね。だからさ、ハテナマークの時、ハテナマークよりびっくりマークの方がいいかとかさ、うん、めっちゃ悩む私。やばいね。本当悩む。じゃあ電話は悩まないの？電話は悩まない。躊躇せずいきなりじゃあ電話しよう、プルルルってかけられるタイプ。かけられるタイプ。そっちの方がママは好きじゃん。だからさ、うん、友達とかに普通にかけて、うん、あ、ごめん今空いてるっつって、うん空いてるよっつって、うん、電話したこと何回かあるし。そっか、電話派なんだよね。なるほど。だからなんかさ、でなんかお話の方がさ、うん、悩まなくて済むくない？うん、絵文字とかさ、ないじゃん、うん、だからそっちの方が私は気楽なの。うん、LINE はなんか絵文字とかがあるから、こんな感じで送ったら。別に絵文字使わなくてもよくない？絵文字で悩むんだったらね。けどだったら寂しくない？最近の若者ってあんま絵文字使わないんでしょ。けど寂しくない？寂しくない？寂しく、リミなんて全然絵文字使わないよね。私ね、だから彼女、彼女はだからびっくりマーク多く使う派なの。うん、絵文字で、絵文字使って、絵文字で迷うし、ちょっと嫌や。絵文字使ってる人嫌だって言われてますよ。私じゃん、それ妹に。あ、でもそういう人いるよね。絵文字使ってくるさ、男は嫌だとかさ、言う人もいるじゃん、女の子の中で。ヒンダがすごいさ、絵文字いっぱい使う男は嫌だ。私もそんな使ってないよ。何、どっちよ。だから絵文字を使うか使わないかで悩んで、でも使わなかったら、うん、だから丸とかじゃん。丸も消してさ、この OK とかで終わる。でもさ、相手にさ合わせるのが一番良くない？やっぱリミみたいなさっぱりした人と LINE するときはさ、こっちも分かってるから OK ってきたら OK とかさ、なんかこう絵文字を使わないで、この子はすごい絵文字をたくさん使ってくる子に対してさ、そっけないなんか絵文字使わないとなんか冷たく感じちゃうから、私もだから同じように絵文字をいっぱい使ってっていう風に合わせればいいんじゃない？だから私もそれやってて、実は、うん、だから絵文字を返ってきたら同じ絵文字を返して終わるっていう、うん、スタンプじゃなくて絵文字返しっていうのをやってる。そういうのいいんじゃないかね。いいかな、うん、そういうのは相手に合わせるって感じでいいと思いますけど。いいよね。ね。だからスタンプのなんかなんていうのかな、終わりにね、うん、なんか同じ絵文字が送られてきたら、その絵文字でもう一回送って終わらせるっていう、うん、なるほど。スタンプ代わりで使ってるの、絵文字は。なるほどね。それか、それならスタンプ使った方がいいんじゃん。まあ、そこに絵文字嫌いなの？それはまあ、その2人がその絵文字でやってるっていうなんかルールみたいなのがあるんだったらいいんじゃないの、それはそれで。リミは絵文字嫌いなの？嫌いだよね、リミはね。私絵文字好きだからさ。うん、確かに絵文字使うんだったらスタンプ
なんか今の絵文字かわいいよ。何この顔。意味絵文字に文字とかさ、かあのなんか変な顔みたいなのはね使う。あー、思いもある。あっちならいいんだね。うん、文字戻し方とそっちを使う。ああ、そうかもね、しおちゃんもね使うね。まあこんなもんでいいですかね。こんなもんですかね。語るって言っても長々と語ってしまいましたが、はい、すいませんね、なんか、はい、それではバイバーイ。